あなたは女性は年上の男性が好きって聞いたことありますか？大多数ではないものの年上好きな女性たちは存在します。彼女たちが年上男性に惹かれる理由は一体何なんでしょうか？年上好きな女性でも相手に精神年齢が低いと思われてしまえば恋愛対象として外されてしまうかもしれません。年下女性と付き合いたいと思う男性は多いです。年下女性の大きな魅力は男性が話す言葉に素直で魅力的に変化する可能性を秘めているところではないかと思います。いつも元気で若々しかったり何事にも素直に答えてくれたりすると可愛さからつい心動かされてしまいますよね。それではそんな年下女性と付き合える方法があればどうすればいいのか知りたいですよね。実際年下女性側も相手が年上だとちょっと躊躇することも多いので基本的には男性から積極的にアプローチすることが大事だと言えます。そこで年下女性と付き合うために効果的な方法を5つご紹介するので参考にしてみてくださいね。まず年下女性と付き合う方法1つ目は女性に対して求めない、追いかけないということです。自分が年上だからとすごく女性に対して積極的になる人がいます。確かに女性は推しに弱い部分がありますが、あまりにも積極的すぎると逆に一方的で私のこと考えてくれないというふうに思われてしまうんです。男性も女性も同じで追われると逃げたいと思うことがあります。大人の男性の余裕として焦らず女性の出方を一時的に待つことも大事だと言えます。少し女性に対して好意を見せた後に女性がどんな風に反応するのかを見てみましょう。考える隙も与えないようなアプローチをされるよりも、あれ私のこと好きだったよねとちょっと不安になるぐらいの男性の方が好きになりやすいです。また愛情表現を男性の方からした時に女性からもすぐに返してもらいたいと求めることも禁物です。大人の男性としての魅力を見せて年下女性と付き合うためには相手のペースに合わせること、求めすぎず追いかけすぎないことが大切だと言えます。年下女性と付き合う方法2つ目は一人の大人の女性として扱うということです。年下女性を子供のようにからかったりする人がいますが、そういった行動は兄弟のような関係に女性から見ると映ってしまいます。年が離れていても一人の女性として対等に接しましょう。年下女性に対して子供扱いしていませんか？自分は年上だからと相手に接していませんか？絶対そんなことをしてはいけません。女性は子供みたいに扱われると恋愛対象というよりもあなたに対してお兄ちゃんのような関係になってしまい、恋愛対象から外れてしまいます。またスマートな年上男性は相手の女性を尊重します。君はまだ若いからと何も知らないだろうというふうに勝手に話を進めてしまえば女性は非常に傷つきます。年下女性だって知識がある人はたくさんいますし、逆に自分の得意分野なら年上男性が驚くようなことまで知ってる人もいるんです。なのに最初から何も知らないと思っている雰囲気を出されるとバカにされてると思われて恋愛対象から外されてしまう可能性があるので注意しましょう。年下女性にモテる男性は紳士的です。一人の大人の女性として接することで対等な関係を築けます。年下女性と付き合う方法3つ目はちょっといいスーツを着てデートしてみるということです。年下女性が年上男性の魅力を感じるのはやはり大人だなと思う時です。どんな時に大人だと感じるのかは人によって差がありますが、分かりやすいのは同年代の男性では着ることがないようなちょっといいスーツを着てデートに登場してくれる時だと思います。あんまりデートにスーツってイメージがない人もいるかもしれませんが、仕事終わりに食事に行くとか女性を迎えに行って会うなどのタイミングであればそこまで不自然なこともなくスーツを着ることができます。スーツ姿が決まっている男性って女性にとっては急にドキドキしてしまいます。大人の男性ならではの魅力をアピールできるタイミングだと言えます。年下女性と付き合う方法4つ目はデートの時のお会計はスマートにということです。女性は正直お金のことで気まずくなることを避けたいと思っています。おごってあげるという雰囲気が男性から見え隠れすると女性としてもちょっと恩着せがましいなというふうに思えて印象がよくありません。なのでデートの時のお会計はスマートにすることがおすすめです。食事の終わる頃すべての注文を終えたらお手洗いに行くふりをしてお会計を済ませたりとか、女性が席を外した時にお会計を済ませてしまうとスマートですね。お会計の時は女性には大丈夫だよ程度のさらっとした言い回しをしましょう。
女性が気にならないような言い方をした方がいいです。あとは例えば映画などのチケットが必要な場合にはデート当日に購入するのではなく当日までに事前に支払いを済ませて先にチケットを手に入れておきましょう。スマートなお会計は大人の男性らしい気遣いとも言えるので意識してみましょう。こうすることでさすが大人の男性と感心させることができます。気を使わせないように行動することであなたのスマートさを感じ大人の魅力に移るのです。年下女性と付き合う方法5つ目は女性自身の内面を褒めるということです。女性に対して褒めることは効果的なアプローチ方法だと思っている人は多いです。ポイントはその褒め方で例えばただ可愛いねと一言言うよりも普段はしっかりしてるのにちょっと抜けてるところがあってそういうとこ可愛いよねとか具体性を持たせる方が女性は私のことをちゃんと見てくれてるんだなと実感できて嬉しくなります。具体的に褒めてもらえると自信につながり年上男性に対して信頼感を寄せるようになるんです。年上男性が持つ洞察力は年下女性を魅了しやすく付き合った後も信頼関係が築いていける2人になります。年下女性と付き合う方法6つ目は感動を与えるということです。年下の女性が年上男性に期待しているものそれは自分の知らない世界を見せてほしい一緒にいたら刺激を受けられそうということです。その女性が友達とよく行くような場所に連れて行ったりとか同い年の男性が連れて行きそうなお店に連れて行ったりとそれでは差別化できませんよね。大人の魅力を見せつけることができません。なのでたまには同年代や友達と行かないようなおしゃれな場所に連れて行きましょう。少し高級なレストランを予約して食事したりとか夜景の綺麗なホテルラウンジで食事とお酒を楽しむのもいいと思います。お酒が苦手な女性ならノンアルコールカクテルを勧めてあげてください。あとは例えば好きな女性がダーツやビリヤードをやったことがなければ一緒にやってみるというのもいいですよね。大事なことは女性の世界を広げてあげることです。こんな新しい世界もあったんだと感動させることなんです。もしあなたがそういったお店などに詳しくなければ自分で調べて下見をしに行きましょう。後から調べてくれたなんてそんなことが分かったら裏ではそんな頑張ってくれてたんだなんて女性はキュンとしたりします。なのでそんなに無理する必要はありませんがあなたなりの大人の世界を見せてあげましょう。もちろん毎回すべてそういったものだと緊張状態が続いて疲れてしまう恐れがあるので新しい体験は人によって心理的に緊張するのでその際にあなたがそばにいてあげるだけで女性はあなたに安心感を感じるんです。とにかく新しい刺激を与えることで一緒になって楽しむことができます。2人の距離をさらに縮めることができるはずですよ。今回は年下女性と付き合うための方法をご紹介しました。まとめると1つ目は女性に対して求めない、追いかけない。2つ目は1人の大人の女性として扱うということ。3つ目はちょっといいスーツを着てデートするということ。4つ目はデートの時のお会計はスマートに。5つ目は女性自身の内面を褒めるということ。6つ目は感動を与えるということでした。年上だからと気負うことなく真摯に女性と向き合うことが付き合うことへの近道だと言えます。特に自分たちの年齢差を意識しすぎてカッコつけすぎると不自然な態度になってしまうのでそれだけ女性も警戒心を強めてしまいます。自然な態度を心がけてみてくださいね。これらのアプローチを実践することで年下女性の心が動かすことができるかもしれません。あなたの恋愛がうまくいくように応援しています。